やっほー。ああ、こんばんは。ああ、ちょっと今日お腹いっぱいに食べ過ぎちゃって、お眠です。30分配信してゆっくり休みたいと思います。10分も配信しないかもだけど、お腹痛い。皆さんにガハドね。めちゃくちゃに天気悪くなっちゃった、途中から。お腹痛い。うんじゃ、何食べたの？今日はチキンとか食べました。チキンとかドーナツみたいなのとか、ガオパオとか、あとは小籠包とか、中華、台湾料理、台湾のご飯をたくさん食べました。とアイスも食べた。だからすごく今血糖値があって眠たいです。疲れましたね。こんばんは。たくさん食べた。今ね、あれなんですよ、聞こえますか？聞こえます。おお、ありがとうございます。何これ、まさかずさんとマグさん、くまパン、くまパン、ありがとう。あつはきれいめな服がお好き。そうだね、今日は無地だけど、あんまり、確かにフリフリ系よりきれいめなのが多いか。のーさん、ありがライバー。ひろぎさん、ありがピカピカ。どうさ、ラグがすごい。調子が悪いね、今日の配信は。
ありがとうございました。こんばんは。聞こえてるのかな？もうさっき普通のマイクでやってたんだけど、ダメだったよね。イヤホンも片付けないといけないのかな？ちょっとめんどくさいな。イヤホン片付け。増えるじゃないですか。もうさっきこれだと声が小さいって言われちゃった。切れてないのかしら。あと今日も可愛い、ありがとう。お仕事楽しかったよ。今日の昼焼肉だったけどレモンかけすぎてスーパーパパパパになってた。いいな焼肉。でも私も今日美味しいの食べた。こんばんは。やばい。ちょっとイヤホンをやる戻しに行くのがめんどくさいので、ここでカメラを反対側にします。はい、キャカベで。よいしょ。いいとこしょ。体が重だるいでござる、今日は。レザーペラさん、ありがとう。こんばんは。ハーゲンダッツ食べたい。お、ハーゲンダッツ食べました、今日。今日はアイスを2個食べちゃったよ、おデブで。いいんだ、今日はたくさん食べるって決めてたんだ。そう、まあ、ちょっとマグヨさんありがとう。今日はたくさん食べるって決めてたんだ。明日は17やろ？ 17、18、19、21、22、23。あと6日か。明日アイス、何が半額なんだい？お店で？今日はね、言っちゃっていいかな。スカイツリーの下で今台湾祭、台湾の屋台とかがいっぱい出てる催し物をやってて、昨日からかな。今日足が代わりにそこに行ってきたんだ。こんばんは。で、そこでたくさん食べてきた。もうね、たくさん食べた。だってチキンと、そうじゃ、ユニット歌唱力見た？みんなも。チキンとイカのチキン、イカゲソと、イカゲソのチキンとイカを揚げたやつ、全部一本丸揚げと、めっちゃでかい、なんだっけ、最近流行りの台湾のチキン、特大サイズとガオパオっていう、角煮まんみたいなやつと、ごま肉まんみたいな、ごま団子みたいな生地の肉まん、そう、イカの唐揚げかと、キューキューボールっていう
芋のさつまいものお団子と小籠包かな。プーさん、おにょんけんやってさん、ありがとう。食べました、めっちゃ美味しかったです。幸せな時間でした。めちゃくちゃに美味しかった。結構でもいい値段したと思う。全部特大チキンはでもめちゃめちゃでかかった。3人で食べたんだけどめっちゃでかかった。から3人でも結構お腹いっぱいなくらいで、私たちめちゃたくさん食べるつもりで今日は来たので、でっかいチキンが1000円でしょ。でイカの丸々1個の唐揚げもめっちゃ美味しかった。あれは900円。小籠包は8個入りで、あ違うわ、6個入りで何円だったんだけど、800円とかしたかな。屋台だから結構全部高かったと思う。で救急ボールっていうさつまいものボールは、揚げた団子は600円。うんうん、グアボーってやつは600円で、肉団子の肉まんも600円の1200円で、合計いくらだ。1200円2200円、3100円、3100円、3700円、4000、小籠包としてない3700円の4500円くらいかな。高っ。まあでもそれを3人で割ったの割るから、まあ1人1500円か。ひらぎさん、ありがとう。いい値段ですね。今日は今までね我慢してたからたくさん食べました。そう、でもこんだけたくさん食べて、だって何種類食べた？チキン、イカの唐揚げ、肉まん2種類、小籠包、救急ボール、こんだけたくさん食べた、6種類食べたから、まあまあまあ、そう我慢してたからね。ウィングキットチャンス、そうちょっとねダイエットしてた、ダイエットしてて、だって今日は朝ごはんもな食べなかったんだよ。で昨日そうだからね、美味しかったです。でもさ、ビールは飲み止まってん。でもね最近さ、ほんと食費がバカにならないくらいかかります。食費が高い。毎日さ、ご飯は美味しいものを食べるをモットーに生きてるのね。まあ、美味しいものっていうか食べたいものを食べるっていうか、そのまあダイエットはするにしても、そのダイエットのまあその体に良さそうなものでも美味しそうなものを食べるっていうのをモットーにしてから、例えばプチトマトとか、プチトマトもちゃんとかさ、高いじゃん、ちょっと200円とか300円とかするじゃん。とかさ、フルーツとかさ200円とかするでしょ、コンビニで買うと。とかさ、美味しいサラダとかなんて300、400円するしさ、そう高いけど、体に悪いものを食べるよりはいいかなと思った。やっぱ食費がめっちゃ高い。でも私他のところでお金使わないからいいかなと思ってます。そう、私浪費癖っていうか、私そう他のところで服とかメイクコスメを爆買いしたりとか全然しないから、まあ体のためにもお金は体への投資にもらうのからいいのかなと思います。100均で買ったスチーマーって誰だ、何の話だ、スライサーじゃなくてスチーマーって何だ。スチーマーって顔にかけるスチーマーしか思い浮かばないぞ。
す、ありがとう。そう、まああと私はね、ブランド物がね、興味がなさすぎて、ブランドのバッグ欲しいっていう感情になったことが人生で今まで一度もないから、そういうのでお金使わないかもな。そう、ブランド用品もね、持ってるのは素敵、すんごい止まりましたね。そう、すごい、なんかさ、まあ正直わからないじゃないですか。正直さ、どれ、なんかさ、ブランドの名前を知らなかった場合さ、他のカバンとの違いがあまりしわからないじゃないですか。ってなった時にさ、私そんなにめちゃくちゃに肥えた目じゃないからさ、確かに物持ちがいいとかあるのかもしれないんだけど、その、まあ、確かに1個くらいはさ、大人になったから、まあ、20歳になったし1個くらいはとかも思ったこともあるけど、じゃあ1個くらい買うとして、じゃあ10万20万30万40万するわけじゃないですか。ゆこりんさん、ありがとうございます。すーさん、ありがとうございます。ってなった時に、そのさ、10万20万30万40万かかるものを選ぶっていう労力が私はめんどくさいの、わかりますか。いや、できることなら1個これっていうのを見つけて買いたいんだけど、そう、買いたいんだけど、その興味が今までなかったせいで、どれがいいのかが全く分からないし、なんか魅力的だなって思うカバンに出会って、それでおか、そのやっぱりさ、何十万とか払うならさ、やっぱりちゃんと選びたいじゃないですか。その選ぶ過程がめんどくさいんですよ。共感してくれる人がいるのか分かりませんが、それを選ぶ過程がめんどくさいせいで、あ、めんどくさってなって買わないみたいな、あるあるだと思う、私のあるある。そう、別になんか欲しくないわけじゃないね。もちろんカフはかっこいいなとも思うんだけど、そのね、決断するのがめんどくさくて、結局お手頃なカバンをつけちゃうみたいな。今めっちゃ使ってるカバン、そろそろ買い替えないとボロボロがやばいんですけど、毎日使ってるから。今使ってるカバンは4000円くらい、5000円4000円、普通の服屋さんで売ってたショルダーバッグ。そう、スポラのおみさん、スノスさん、ありがとう。でもそれはちょっとね、さすがにそこ横とかがボロボロになって、ファスナーも壊れちゃってるけど、まあまだ使ってるけど、これはでもどんくらいかな、これは1年半くらい、1年半でも毎日使ってる。外出るときは絶対使ってます。そう、エンギちゃんさん、でもまあ香港さん、ありがとうございます。でもあれだよね、なんかバッグとかはさ、まあ、物によると思うけど、価値が、まあそれゴールとかでも価値が上がったりするカバンとかもきっとあるのかな。価値がね、とかですって持ってるっていうのはいいのかもしれないよね、言うがると。でもなんかそういう一個あるのも素敵だなと思うのでね、そういうカバンに出会えた時に買いたいなと思います。可愛いなって、あ、これ私は買いたいって思ったら買います。そう、一個でもいいカバンがあったらいいよね。なんか大切な日とかに持っていくカバンとかに使えるから。あばばば、でもね、持ってないことはないのさ。持っては持ってるんだけどさ、使わないよね。なんかもらい物とかでさ、例えばじゃんけん大会で勝った時にもらったカバンとかさ、使ってないんだよね。
なんかそうね、服とかで合わせてカバンを変えられる女になりてえわ。女性になりたいわ、そんな。今欲しいものなんだろうな。なんか服は定期的にっていうか、おしゃれになりたい欲はあるから欲しいなとか思うけど、またそれもさ、欲しい服をさ見つけ出すのが苦手なのよ。これを変えたいって思うのが苦手で、結局服を買うタイミングっていつもお仕事で必要な前日とかに古着屋さん行ったりとか、そのどうしても必要になる時ってあるじゃないですか。やっぱり特にアイドルとかしてるとさ、なんかどうしてもお仕事で着なきゃいけなくて、今こう着たいと思える服が、その今着れる新しい服とかがないっていうことが結構多いから、そう、もうどこでもうこれも着ちゃってるし、あれも着ちゃってるしみたいな、そう、そういう時に買うんだけど、でこの服とかもそうなんだけどね、この服も最近ね、全上も下も買ったの。これもお仕事で私服を着ないといけなくて、でも着ていけるような私服がもうなくなっちゃったから買ったんだけど、そう、私服はね、だからファンの方とかが服くれるとありがとうってなる、いつもありがとう、もう助かったってなる。でも服はさ、そう、だから服そういう時に買うんだけど、こう普通にしててさ、服欲しいなと思うんだけど、その服を見つけ出すさ苦手なんだよね。これ可愛いでしょ、これはザラ、下は分からないな、苦手なの。私の買い物事情、スペースごしありがとうにゃ。私意外に変な美容系とかで変に急に、なんか2ヶ月か3ヶ月に1回くらい急にさ、高っていう、まあ高って言っても8000とか7000とか急にそういうのお金使う性質はある。例えばさ、まあこれもまあまああれなんだけどさ、小顔マッサージとか、この前の小顔の針とかも、まあ、言ってでもまあ1ヶ月に1回も行ってないか、3ヶ月に1回くらいか、そういうのに急に使うかも。あ、なんかたまにそういうところ、そう、おばかりになるよね。あ、佐久間さん、ありがくまちゃん、もらった服は好みじゃなかったら着ないかな。どうなんだろう、一旦着るんじゃないかな。でもファンの方ってすごい私のセンスというか、私が好きな服とか分かってるんだなと思う服を送ってくださる。そう、あとはね、あの、私クローゼットが本当家族とみんなが同じクローゼット使ってるから、かけてたら妹が着たりとかしてるね。別に妹にあげてるわけじゃないんだよ、あげたわけじゃないんだけど、着られてんだよね。美容院にめっちゃ気になってる、行ったよ、行ったけど良かったとは思う。顔はね、ちょっとだけちょっと引き締まったなーとか思うんだけど、でも高かったね、あれは。通えはしないね。ちょっと痩せるのが一番いいのかなとか思いながら、痩せるのも。でも大切な日とかに合わせてやるのはめっちゃいいと思います。例えばね、まあ、成人式とか、結婚式とか、なんか撮影がありますとか、そういうのに合わせるとやるのめっちゃいいと思います。今日は、めめめめ。ね、今日は晴れ予報だったのね。今は妹専用になってるね。いや、専用ってわけじゃなくて、全然私も着るのよ。ただ私が最近そういう系を着ないってだけなんだけど、別にあげてるわけではなく、まあでも妹も着てもらえるなら嬉しいからね、服自体。だって人って好みって変わるものじゃないですか。
も変わるから、さすがに中学生の時に着てた服の好みが変わりませんってなかなかなくないですか。だからそういう私が中学生の時にめっちゃ好みだったタイプ、あんま言ってなんだけど、言ってそんなあれなんだけど、ワンピースさすがにさ年相応に変わっていくじゃないですか。だって私履いたの中学2年生ですよ。中学2年生に着てた服を今も二十歳になっても着てたらさすがにやばいじゃないですか。さすがに想像していて、中学時代の同級生が着てた服をさ同窓会に行ったら同じ服着てたらちょっとびっくりするでしょ。あれ中学も着てたような服着てるみたいになったらさすがにびっくりするじゃないですか。まあね、使い回しそのね長く持つとかね、ちゃんとさ長く使ってるのもとても大事なんだけど、変わることも結構ありますからね。ですからそういうのは妹が着たいって言ったら着さきますかね。プロフィール着せがハート展示会って何ですかね。服とかですか。服の展示会とかさあんまりさ私行ったことないんだけど、あれは何、服を見るの。大学入ってから好きな色変わりました。うわあ、変わ好きな色変わったんだ、なんでだろう。でも変わるよね。私も服のブランド変わったかも。ん、変わったかな。ここなんか増えてる、ずっと増えて、あのね、高校2年生くらいで一回ガランって変わったんだ。それからは基本一緒なんだけど、こう私が好きなブランドを見つけ出して追加されてってる状態かも。ずっとね、ハレーとか JT とか、あとザラが一番好きなんだけど、ザラとかはずっと変わらないんだけど、あこのブランド可愛いと思ってそれが追加されてってる。そう、フィントが昔好きだったんですよ、中学生時代かな。中学生、みさきちゃんありがとう、ラブレター。そう、中学生の時にフィントが好きだったんだけど、今もねフィントは好きなんですよ。この前もファンの方にいただいたフィントのワンピースが可愛くって、そう着てるんだけど、まあ、着てるなんか可愛い。フィントはすごく上品で、なんかすごいそういう上品な服着たいなって思う時とかは今も着るかな。あとは歌だけはフィント、20日の母とか妹がフィント大好きだから、私が中学生の時とかにたくさん持ってたフィントの服を今妹とかお母さんが着たりしてます。お母さんなんかニットのやつ着たりしてた。でも私もたまに着ますよ、今もそこにあるね。可愛いよね、今もたまに見て可愛いなと思うけど、好みドストライクな好みで言うとね、本当に何だろうな、変わったは変わったんですよね。でも今そんなになんか着たい洋服めちゃくちゃ時と場合によってさ、すんごい着たいな、このこういうジャンルが着たいっていう服とさ、うわこのなんかすごい、なんかすごいアナウンス、こういうなんかちょっとなんかすごいうるさそうなんで、ちょっと待ってちょっときます。はい、ああ、そう、何の話してるか覚えてないんだけど、そうね、家族とは身長は違うけど体型は同じくらいかな。プライマする、待ってもう30分だ、そろそろじゃあ終わりにしますか。こんばんは。13位、スノーさん、スノーさんありがとうございます。12位、 YK さん、 YK さんありがとうございます。11位、ウィングキッドホンコさん、ウィングキッドホンコさんありがとうございます。
10位ひいらぎさん、ひいらぎさん、ひいらぎさん、ありがとうございます。9位大ちゃんとマクユーフ2次元アルギアナイさん、大ちゃんさん、大ちゃんさん、ありがとうございます。8位札幌のなおみさん、札幌のなおみさん、ありがとうございます。7位チョロアタレッチさん、チョロさん、チョロさん、チョロさん、ありがとうございます。6位エリオルマルさん、エリオルマルさん、エリオルマルさん、ありがとうございます。5位エースのワンペアさん、エースのワンペアさん、エースのワンペアさん、ありがとうございます。4位スーさん、スーさん、スーさん、ありがとうございます。3位まさかずっとまくふーさん、まさかずさん、まさかずさん、ありがとうございます。2位まさくまさん、まさくまさん、まさくまさん、ありがとうございます。そして1位はど素人さん、ど素人さん、ありがとうございます。ありがとうございます。ということでちょっと30分出したんですが配信させていただきました。ありがとうございました。ちょっと目覚めたわ、みんなとお話ししたおかげで腹かきかき、はあ、うん。ということでね、明日はレッスンなんですよ。頑張ります。長いか、そんな長くないか。でももうね、通しリハがもう迫ってるんで、もうそろそろやばい、練習しないと。全力で頑張ります。応援してください。じゃあおやすみなさい。間違えました。またねー。バイバーイ。